始まりはアジア最大の歓楽街カムロ町で起きたある一件の殺しだった。その濡れ衣を着せられた堂島組若衆桐生一馬は育ての親でもある若頭の風間を守るべく決死の覚悟で組を抜ける。桐生をはめたのは風間に次ぐ組の幹部堂島組若頭補佐久世健能会会長久世大作。その最終的な狙いは殻の一坪と呼ばれる土地にあった。巨大な利権の絡むカムロ町再開発計画にとって欠くことのできない殻の一坪。そのわずかな土地をめぐる極道たちの熾烈な争奪戦にある一人の男が桐生を巻き込んでいく。立花不動産社長立花哲。その背後に隠された風間の意志が桐生の運命を大きく変えようとしていた。Switching back to Kiryu now. In the baseball park with my bro. それで結局橘不動産と手を組んだってことか。ああ、とりあえずはそこの社員って形だ。社員？へえ、そんじゃ極道からの華麗なる転身ってとこか。まあ、そこも堅気には思えねえけど。そうとなると、お前の殺しの濡れ衣を晴らす件は立花不動産が手貸してくれんのか。立花はもう方々から情報を立花のリアルステイト up in here。 my chest bruh、 I've been laying on it for so long。 立花が掴んだ話は kind of hurting。 札の方でももう俺のこと嗅ぎつけてるらしい。殻の一坪の死体から俺の指紋が出てる。おい、それじゃお前すぐ札に手配されちまうんじゃねえか。いや、それについちゃ立花が札に鼻薬効かせてる。完全に捜査止めるのは無理としてもいくらか遅らせることはできるって話だ。それでも真犯人を見つけない限りはいずれ札に追われる。俺が町を自由に動き回れるのはもってあと3日ってとこか。なるほど。でもやっぱり立花ってのは結構な力持ってんな。札にも太いコネがあるってわけだ。そうらしいな。その件についてとりあえず連中に任せるしかねえか。でお前は今何してんだ。Hopefully Sega doesn't block scenes, because, you know, Sega doesn't care about fan games. I'm pretty sure they don't care about, you know, recording and streaming. Dude, I feel like my rib cage is like stretching right now. Like, オダっていう立花不動産の幹部が俺の教育係にいてな。そいつとこの後キッサアルプスって店で待ち合わせてる。だがその前に俺のこの服を何とかしなくちゃならなくてよ。服？極道丸出しじゃ仕事に何年だと。真っ当な肩に見える服を仕立ててこいとさ。ああ。お前、もしかしてそれで俺のことを呼び出したのか？ True. The big brother always has the better clothes. It's just, I don't know. Always got that swag that, you know, the little bro can't, you know, do. 人を見る目があるぜ、お前。わかった。任せとけ。安心しろ。そんなに期待しちゃいない。ただ。俺が選ぶよりはいくらかマシだろ。
お前な、それが人に物頼む態度か。待ち合わせまで時間どれぐらいあるんだ。そんなにはないな。できればカムロ町で買い物を済ませたい。それじゃあんまり選択肢はないな。この近くでビジネス用の服売ってる店っつったら中道通り裏のメンズスーツか。中道通り裏？そんなとこに服売ってる店なんてあったか？新米のホストがスーツ買いに行くような店だ。高級ブランドなんかは置いてねえが、まあとりあえずの間に合わせにはちょうどいいだろう。贅沢な言わねえさ。それじゃあ行くか。The joint sold out. 冷めた。おい、そこまでひどかなかったろ。一丁前に傷ついたか。でもまあ今回は俺がついてんだ。ついたぞ、ここだ。本当にこんなとこにあるんだな。そんじゃ入ろうぜ。気に入ったのがあったら言えよ。ああ、無難な線だとこんなところか。なんかパッとしねえな。地味だな。それが片切ってもんだろうが。見え張ってなんぼなのは極道だけだ。ただこれじゃなんていうか貧乏人っぽく見えるんじゃねえか。Look bro。 ならおめえにぴったりだな。うるせえな。お、これなんかどうだ。バカ、おめえそれ絶対やめとけ。選ぶんじゃないかとは思ってたけどよ。なんでダメなんだよ。これじゃあスーツの自己主張が激しすぎて、アクセサリーや髪型、靴、腕時計、全身コーディネートしないと浮いちまう。着こなすにはセンスだけじゃなくて手間も必要だ。おめえみてえに無頓着なやつだと服に着られるのがオチだ。たく、めんどせ。Trust me。それじゃあ、これはどうだ。Yeah. 色は落ち着いてるが、ラペルがピークドで意外と派手に見えると思うぞ。お、白か。さっきの柄物に比べりゃマシな方だろう。よし、これ試着してみろよ。 Yo, this gonna be, this gonna be good. Yo, これでどうだ、ニシキ。何笑ってんだよ。いや、やっぱ何着てもまるで堅気に見えねえと思ってよ。Still don't look legit, bro! ちっ、お前の見立てた服じゃねえか。わかってるって。いや、でもよ。Oh yeah, if you hear that rain outside, I'm sorry. お前がどういようが、It's raining. It's just raining outside. Alright. え？おい、いいのか？全然リーマンっぽくなってねえぞ。小田には服を何とかしろと言われただけだ。やることはやった。文句言われる筋合いはねえさ。そっか。よし、わかった。そこまで言うなら、そいつは俺のおごりで。兄弟の新しい門出だしな。何言ってんだ？あ？はなから俺はお前のおごりのつもりだったよ。なんだそれ。ありがとうございました。付き合わせて悪かったな、錦。助かった。ああ、お前この後待ち合わせなんだろう。 Yo, 錦、 I'm gonna be back, alright。 なんてやつだっけ。小田だ。喫茶アルプスで会うことになってる。
そうだったな。ところで気をつけろよ、キリュウ。クゼがお前をぶっ殺すって息巻いてるらしいぜ。例の一件で指を落としてから相当起きてる。だろうな。危なくなったらいつでも声かけろよ。じゃあまたな。Don't worry, bruh. Worry, bro. I got this.